9人組ガールズグループ、TWICE が12日、ジプエンターテインメントと再契約したと複数の韓国メディアが報道。メンバーのサナが発表直前に投稿したあるストーリーに、ファンから反響が寄せられている。発表によると、TWICE はメンバー全員の合意により再契約に至ったという。2015年10月にデビューし、活動7周年を迎えるタイミングでの契約更新となった。歓喜するファンの間では、公式発表の直前に、メンバーのサナが自身のインスタグラムで、匂わせ、ストーリーを投稿していたことが話題に。ある、メンバー全員で手を重ねた写真に、9WICE、9人の TWICE、と韓国語表記で書き込んであるもので、一部のファンから、契約更新は確実なのでは、と期待する声が上がっていた。サナのストーリーが投稿された直後に再契約が報道され、ファンからは歓喜の声が続出、信じてよかった、9人でこそ TWICE、これからもずっと応援します、と反響が殺到した。ある、さらに該当のストーリーが注目を集め、やっぱりあれはスポ、K-POP において、リリース前の情報を暗示すること、だったんだ、そうかと思ってたから嬉しい、と多くのファンが納得。フライング、とも言えるサナのヒントに、メンバー愛溢れてる、サナ自身も嬉しいんだろうな。素敵なグループ、と、喜びのコメントが寄せられている。